水越豊は、日本の経営コンサルタント。ボストンコンサルティンググループ前日本代表、原子ニアパートナーマネージングディレクター。金沢工業大学大学院、知的創造システム専攻客員教授。高校留学時では、アメリカンフットボールを、大学時代ではラグビーで活躍をしていた。新日本製鉄では、ヤワタ製鉄所へ配属され、 工程管理を担当していた。その後、社内留学で、スタンフォード大学へ留学し MBA を取得。新日本製鉄株式会社を経て1990年に、ボストンコンサルティンググループに入社。2005年より11年間日本代表を務める。通信、ハイテク、製造業、エネルギー、情報システム、エンターテインメント、医療、医薬など幅広い業界における。 企業戦略、中長期戦略、事業戦略、マーケティング、営業改革、組織再編、人材マネジメント、グループマネジメント、新規事業構築、デジタルトランスフォーメーションなどに関わる支援経験が豊富。幅広い競技に対して解説者並みの知見を持つ BCG のスポーツ博士と呼ばれている。過去に、なでしこリーグへの無償のコンサルティング支援も担当。 テレビ番組への出演も多数、ありがとうございます。